クール部代表の水戸です。今回はこちらのアップアレンジを解説していきます。今暑い日が続いていますので、簡単にアップアレンジする方法を教えてくださいっていうリクエストが多かったので、今回はこちらをチョイスしました。このアレンジ一見複雑そうに見えるんですけど、プロセスはかなりシンプルで、初心者の方でもチャレンジしやすいアップアレンジになっていますので、ぜひ最後まで見て頑張ってみてください。まずこのような感じで顔周り遅れ毛を残しまして、前と後ろに分けます。前の髪は耳後ろぐらいから前ですね。で、前の髪を斜め後ろの角度で軽くねじりながらクルリンパします。この工程なくてもいいんですけど、クルリンパすることでここにくびれができてシルエットが綺麗になりますので、ある程度経験がある方はここをクルリンパするようにしてください。これぐらいの角度ですね、クルリンパは。で、この後ろの髪を巻き込むとセルフですると痛いので、このようなクリップで止めておくと綺麗にしやすいです。で、クルリンパしていきます。クルリンパはこのようなナイロンゴムで行います。で、この時もセルフでするとどうしても角度が上がりやすいので、角度を下げることを意識してください。で、ゴムも少しきつめがおすすめです。60か70ぐらいにして、穴は最小限です。もうこの状態ならこのままで大丈夫です。あまり広げてしまうと横が、顔周りが膨らんでしまいます。して、で、毛先を引き上げるときですね、もきちんと半分ぐらいの量にして角度を下げたまま引き上げます。これでこのここにくびれができます。少し硬いので、このクルリンパのねじれのところをほぐしていきます。ほぐしは必ずこのゴムのところを持ちます。土台を持ってこれで引っ張っていきます。で、ほぐすところとほぐさないところですね、こうやってつまんでほぐして、すぐ横をほぐすとシルエットが大きくなりますので、ほぐさないところ作って次ほぐします。これを全部にしていきます。ほぐすところとほぐさないところを作ります。で、ほぐしはあまり指先でしてしまうとパサつくので、爪と指のここぐらいですね、この先ぐらいです。爪だけでするとパサつきます。引き出しすぎてもシルエットが大きくなるので、徐々に引き出しながら力を抜きながら、この毛束を細くするイメージですね。これも最初は感覚でいいんですけど、こういう理論が分かっておくと綺麗なシルエットになります。続いてこの表面を少しほぐしておきます。ここら辺は最後に鏡で見ながらシルエットも調整できますので、ある程度で大丈夫です。はい、では次の工程に行きます。で、こう余談なんですけど、このままハーフアップにも使えます。で、初心者の方なら、でアップにしたい場合とかはこのままポニーテールとかにしても使えます。なので、その今回するアレンジとかも途中のプロセスでもいろんなヘアアレンジ可能ですので、ぜひいろいろ試してみてヘアアレンジを楽しんでみてください。では毛先を今回は編み込んで三つ編みしてアップアレンジにしていきます。で、結構きつめに三つ編みしてください。で、タイトロープでもいいんですけど、三つ編みが一番こうきつく編んでいるのでピンが止まりやすいです。で、きつく編んでこれを途中でほぐしておきます。全部三つ編みするんですけど、どうしても毛先まで行くと硬くてほぐしにくいので途中でほぐしておきます。で、このアレンジのポイントなんですけど、これを丸めるので、この裏ですね、この裏もしっかりほぐしていきます。で、ここも一緒ですね、ほぐすところとほぐさないところをすることによって立体感が出ます。で、これで毛先までどんどん進んでいって、毛先編む髪がなくなったらここをゴムで留めます。で、これを丸めてピン止めしてアップアレンジしていきます。で、これを2パターンやり方があって、こういう感じでくるくる丸めて、このクルリンパの下のとこですね、ここで留めてピンで留める方法で、もう一つはこのクルリンパのこの穴のとこですね、ここにこれをくぐらします。こういう感じで、で、すごいロングの方だったらこれを何回もくるくる回します。これでピン止めをして、で、この余った髪ですね、もし髪が余ったらこの内側にピンで入れる方法ですね。この2つの方法があります。今回は丸めてここでピンで留める方法をしていきます。で、実際にしていきます。くるくる丸めて、毛先が出てこないように丸めて、この位置ですね。
で、この丸める方法のいいところは、このお団子が下の位置になるんですね。くぐらすと上に行きますので、好みに応じて変えてください。で、今回使うのがこのピンですね。玉なしのピンです。で、これを広げて、で、この三つ編みですね。三つ編みと根元を通すようにグッと押し込みます。こんな感じで開けて、押し込みます。で、これ片方からだとまだ安定しないので、これを両方から、左右から止めるとしっかり止まります。左右。もし髪が多い方でまだ安定しない場合の方とかは、2本ずつとか止めてください。ピンは基本的に何本使ってもいいので、まだ初心者の方というか慣れない方は何本でも使っていいので、最終的にこのシルエットになるように目指してみてください。で、横から見たシルエットはこういう形ですね。なんでこの三つ編みの裏ですね。裏をほぐした時にしたのがこの時の毛束ですので、こういう髪があると立体的に華やかに見えますので、こういう感じで三つ編みの裏を必ずほぐしておいてください。それでは遅れ毛を巻いていきます。で、遅れ毛は2箇所ぐらいにこうやって分けます。分けて巻いていきます。どうしても1つにまとめて巻くと硬くなってしまいますので、このような感じで2つに分けて巻いて、巻いた後はすぐほぐしてください。で、強いとあんまり印象が良くありませんので、まず弱く巻いて、足りなかったら足すっていう工程が一番失敗が少ないです。アクセを解説していきます。で、普段の日だったら、アシンメトリーですね。ここら辺にこういうクリップであったりとか、こういったラフなヘアアクセですね、をアシンメトリーにする、つけると可愛いです。で、少しフォーマルな時ですね。これ結婚式のお呼ばれとかにも使えますので、その時とかは、こういったリボンとかをシンメトリーにつけると、少しフェミニン系の雰囲気の方とかに似合います。で、少し大人っぽく見せたい時には、こういったパール系ですね。で、大人っぽく見せたい時も、基本的にはシンメトリーがいいので、こういった感じでセンターにつけるのもおすすめです。はい、完成しました。大きなポイントは2つで、この三つ編みの丸めてお団子を作った後のピン止めと、この三つ編みのほぐしです。ピンは、初心者の方は何本使ってもいいので、とりあえずこのシルエットになるように、左右からいろんな方向から止めてください。で、ほぐしです。もっとこのウィッグより髪の量が少ない方は、これぐらいほぐしておかないと、ここに空間が空いてしまったりとか、全体のバランスに対してこのお団子、シニオンが近くなったりしますので、髪の多い方はほぐしを控えめに、髪の少ない方はもう少しほぐして、バランスを整えてください。で、仕上がりの写真とかを撮っておくと、後々参考になりますので、この完成形と比べてみて、見直して練習してみてください。今回以上になります。このような感じでシンプルなプロセスでも可愛くっていうのをコンセプトにヘアアレンジ動画をどんどんこれからも発信していきますので、チャンネル登録していただければ嬉しいです。ありがとうございました。